ぼっち俺しかいないんですよね。でも入ってますよ。あ、聞こえない。こっちから。あ、ごめん、太一郎です。気になります。ごめん。開始の話だから。お気になさらず。あと1分なんで。あ、すいません。申し訳ないです。あ、来ました。来ました、来ました。あはい、時間なくお聞かせなんですけど、ちょっと一つだけ一応言っておきたいのが、今回、ユニコーン企画をするにあたりまして、横田君から冗談の、当時今やったビーフルという曲が出た当時の、ユニコーンのキーボーディストの方が使ってらっしゃった、1987年発売ローランド D50、というシンセサイザーをお借りすることができました。